以上ウェザーニュースアップデートでした。今日明日を踏まえて、明日はそうですね、今日とあまり雨の降るエリアは変わらず、関東東海日本海側の山陰エリアで雨が降る可能性が高くなっています。お出かけの際はカバンの中に折りたたみ傘を入れてお出かけください。気温も今日とあまり変わらずに過ごしやすい体感となりそうです。雲もだんだんと薄まって晴れて日差しが届くところが多くなりますので、今日よりはお出かけしやすい一日となりそうですね。それではここからはクロストークのお時間です。いよいよ始まりました。それでは松雪彩香キャスターをお呼びします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま す。いよいよ始まりました。とんでも恥ずかしい一面を見せてしまったかと思うんですけど、全然全然どうでした、初めての1時間の番組となりましたけど、やっぱり研修の時よりも緊張してしまって、はい、やっぱ違いますよね、はい、同じ場所でね何度もずっと練習されてたんですけど、実際に収録とかカメラ乗るのと、はい、オフでやるのとは違ってきますよね。そうですね、本当に松雪さんの日本になれるように頑張っていきたいと思います。頑張りましょう一緒に、はい、コメントもたくさん応援コメント届いてましたけど、はい、番組中見られましたか？頑張って見るようには、はい、してました。でもなかなかそうですね、まだまだ不慣れな点も多いので、皆さんからのチャットもうまく拾えないところも多くて、はい、申し訳なかったなと思ってますね。これからですからね、はい、まだ1日目ですからね。今もたくさん来てますよ。さやちよかったよ、ありがとうございます。そのうち切ってくださいって来そのうち頑張りますそうですね、はい、松雪さん、はい、イブニング の、はい、今日の見どころを教えていただいてもよろしいですか？はい、今さやちからも天気お伝えいただいたと思うんですけど、はい、晴れてるところ穏やかな天気のところは多いんですが、はい、山陰ですとかと関東もね今なかなかすっきりしないお天気で、と甲信地方などでもにわか雨の可能性がありますので、はい、そのあたりのお天気を追いかけていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。松雪彩香キャスターをお呼びしてのクロストークでした。今日は1時間長い間お付き合いいただきありがとうございました。とても不甲斐ない一面を見せてしまったかと思うんですけれども、一日一日を大切にしてどんどん上達していければなと思っていますので、温かい目で見ていただければ嬉しいです。はい、一緒に分かりやすく天気を伝えていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。チャットの皆さんありがとうございます。緊張しましたがチャットのコメントに救われました。ありがとうございました。非常に励みになりました。はい、明日はそうですね、同期の小牧由依キャスターがお送りします。16時から開始しますので、どうぞよろしくお願いします。以上ウェザーニュースライブでした。それでは